皆様は、高級食パンを食べたことはありますか？私は2回ほど買って食べたことがあります。甘くて美味しかったです。でも2回ほど買っただけで、その後は一度も購入していません。味自体は美味しいんですけど、値段が高すぎるというか、値段と味が見合ってないなと思って、私は買うのをやめました。私と同じように、何回か食べて、もういいや、となった人も多いのではないでしょうか。高級食パンが好きな人がもしいたら、すみません。まあ高級食パンもピンキリなので、私が買った店がたまたま外れだった、という可能性もあります。あれを見てて思ったのが、ただ安いものを安く売ることだけが、ビジネスではないということです。安い商品を安く売る、というのは、ある意味では簡単なことです。安い材料を使って、コストを徹底的に切り詰めて、価格を抑えればいいだけです。一方で、価格に見合ってないものを、いかにして高く売るか、という販売方法もあります。例えば素人に食材の味の違いなんて、ほとんどわからないですから、店の内装や食器、店員の服装などを高く見えるものにして、安い食材の料理を出しても、ほとんどの人は気づかないはずです。まあそんな店さすがに、ほとんどないと思いますが。ただ、高級食パンはどちらかというと、それに近い売り方かなぁと個人的には感じました。高級食パン専門店っていう名前からして、上手ですよね。なんかもう高級という先入観を持ってしまいますから、実際美味しいとは思うんですけどね。高級食パン、もうちょい安ければたまに買うかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。